続いてはですね、発射台を作りたいと思います。えー、こういう感じですね、弾をこう入れて、こうレバーを引いてですね、よいしょ、ビーと、飛んでっちゃいましたけども、えー、っと、こういうね、発射台を作ります。えー、ちなみに、えー、一文字変えると、発射場合で、こもりたという意味になります、えー。どうでもいいです。つまらないね、ギャグはさておきまして、これね、発射台は、この外ずつと内ずつがあります。で それをゴムでね、バチンとこう弾くわけなんですけども、えーと、こちらがですね、まず外枠と内枠ですね。じゃあ、まずはですね、この内枠というか内筒というかを作っていきます。で、えっ、ー、と、こちらがですね、もうサイズ取ってあるんですけども、使う玉ですね。あの、B 玉だったりするともう少し大きく作んなきゃいけないんですけども、今回はですね、これ直径がまあちょうど1センチぐらいのものですね。この工作用紙というか、このカッターマットがちょうど1センチなんで、置くとね、 えー、ちょっとぴったりぐらいな大きさになってます。えー、ただ、ちょっとやっぱりぴったりすぎると今度発射できなくなるので、えー、とですね、ちょっと余裕を持って1.5センチぐらいでこれ取ってあります。1.5センチぐらいちいっちゃいましたけども、ここはね、しっかり測ってくださいね。あんまり適当に作ると今度発射できなくなりますので、気をつけてください。ということで、まず1.5センチ、3センチ、4.5センチ、6センチ。で、反対側も、 えー、同じようにですね。1.5、3、4.5、6というところに点を打って、ピッピッピッと線を引きます。今回ね、あの、もうパソコンで印刷してるんで、あの、端っこじゃなくていいんですけども、皆さんはね、ちゃんと用紙の端っこからやってください。じゃあ、そしたら縦の長さはですね、まあ、皆さんの作りたいサイズでいいんですけども、えー、今回適当にね、まあ、8センチというところで取りました。 なんとなくね、こう手に持ちやすい大きさが8センチぐらいかなと思ったんで、8センチで作ったんですけども、まあもっとね、あの、かっこよく長いの作りたい人は長くしてもいいですけど、今度ね、あの、途中で折れやすくなるので、まあ10センチ、5センチか10センチぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。で、そしたらですね、まあどこの位置でもいいんですけども、えっ、ー、と、ここにもう,いもう一個ですね、えっ、ー、と、1.5、1.5、1.5。 1.51.51.5、えー、の、えー、箱をね1個用意しますでそしたら周りをまずねこれあのカッターとかで切っちゃってくださいはい、えー、切り取るとねこういう感じになりますでそしたらこちらのねここの縦線も,もうね刺しのいい方は気づいてるかもしれませんけどもこちらの線の部分ですねこことここにカッターで、えー、軽ーくね傷をつけてあげますでそうするとま、えー、っすぐね折ることができます こういう感じですね。で、まあちょっとね、形の,あの縦に長いサイコロみたいな、えー、立方体に、ね、なります。こういう感じですねで。そしたらこれをですね、セロハンテープで、えー、しっかりね、くっつけて、えー、筒にしてあげます、えー。このようにね、打ち筒ができました。そしたらね、外筒なんですけども、えー、同じようにしてですね、えーと、今度はこれぴったりだとちょっとあの動かなくなっちゃうんで、からといって隙間が大きいと、 安定しなくなるので、まあ2、3ミリかな。えー、大きい感じで作ります。えー、ということで、ここをですね、えー、今回はね、1.8センチで作りました。1.8,1.8,1.8,1.8で、えー、幅を取って、えー、またね、こういう風に線を引いて、長さはですね、まあ大体同じと思います。まあ今回は8センチで作りましたけども、そしたらまたね、ここカッターで、えー、傷をつけてですね、折り曲げてあげます。 で、そうすると、よいしょ、これがですね、えー、包まれるような感じでですね、こういう感じですね、ところてんの、あのー、押し出す機械みたいなね、感じになります。そしたらね、ここをセラハンテープで止めてあげます。はい、テープでね、止めるとこういう感じになります。特にね、ただ、あの、ここが空いてると、こう、ぶつかったときにここが、こう、めくれてきちゃうので、外ずつはね、特に端っこをですね、しっかり、セラハンテープでね、あの補強の意味も含めて、 止めててあげてた方がいいですねでそうしたらですね今度はよいしょえー、っとここねちょっとあのテープじゃ弱いなって感じがする場合はえー、っとガムテープとかはね使ってもらってもいいんですけどもまずはここら辺にですね輪ゴムをセロハンテープで留めます <laughs> セロハンテープで留めましてっつってねはいじゃあ次はここをテープで 止めていくよ全然似てないよっつってね、はい。はい、事故ですね。だって、絵的に地味だからさ、ちょっとね、ちょっと盛り上げたくてやったんですよ。はい、許してください。はい、ということで、こういう感じでね、あんまり、あのこれあの、厚紙でできてるんで、あんまりね、あの輪ゴムを貼りすぎるとあの、壊れちゃうっていうのもあるし、弾がね、軽いんで、 今ちょっとやってみますけども、これね、こう入れるでしょ。で軽く、軽く引いただけでもほら、結構ね、あの、今、部屋の壁まで飛んできましたからね。なんで、えっ、ー、と、ワゴンはね、本当に軽くでいいと思います。これ,これぐらいの感じでいいと思います。えっ、ー、とですね、この、この発射台はですね、他の、あの、工作とかね、あの、弾を使ったゲームでね、あのー、結構使えるテクニックなんで、これはね、結構覚えてて損はないと思います。 ということで発射台もできましたので、えー、これでですね、えー、と台と発射台ができたねでこれで完成になります <music> まあこれぐらいのねサイズだとカバンとかにもね入れて、あのー、雨の日とかね、えー、学校で遊ぶのにもいいんじゃないかなと思いますで、えー、今回はねせっかくなんでこんなね台座も用意してみました 皆さん知ってますあの、ジャンプアップっていうね、あの、今、お台場にちょっと残ってたかなあの、エレメカでですね、こう、あの、ダンって叩いて、この星の、ランプのね、光ってる星のところに、あの、止めるとね、キャラメルがもらえるみたいな、あの、エレメカがあったんですけどもね、コマヤっていうメーカーでね、これはゴマヤです。なんで、問題ありません。というか、そのメーカーも潰れちゃってね、えー、寂しい限りでございますけども。 えー、なんてことを、えー、言ってますとですね、えー、お時間がなくなってまいりますので、えー、続けてね、えー、遊んでいきたいと、えー、思います。松之丞3風だったんですけどね。ダメですね、やっぱりね。はい、えー、ではね、気を取り直しまして、えー、こちらね、遊び方なんですけども、本当はね、サイコロとかあれば、えー、ここに、ね、例えば5が出たら、1、2、3、4、5、じゃあオレンジ色のところを狙おうみたいなね、感じで遊びます。じゃあね、玉を入れ、玉を、 ね、ちょっとねグッと押してあげてここをつまんでじゃあオレンジ色のとこなのでここですねここの位置にオレンジと赤の間に落ちるようにちょっと狙って飛ばしてみましょうせーのドンあ弱い弱いね弱すぎましたねせーのドンよし成功はいじゃあ次はどうしようかな黄色の 黄色のとこにやってみましょうか。この辺ここねせーのドンあ弱い。このね。バネの引っかかり具合によってね。あの変わるのもまた面白いですね。よっイエース。 実はちょっとあの作りながら何回か練習してたんでだいぶコツはつかんじゃってるんですけどね。えーってな感じで遊びまーす。はい、ということでね、今回はこのスキルショットゲーム作ったわけなんですけども、いかがだったでしょうかえー途中でもね、言いましたけども、このね、特にこのまあ台もね、ちょっとあのいろいろアレンジして楽しんでほしいんですけども、このね、発射装置ですね、この弾の発射装置はですね、本当にあの他のゲームって でもね、結構あのピンボールゲームとかあとはコリントゲームかな、えー、なんかでもね、えー、使えるテクニックなのでぜひねこの筒のね作り方を覚えとくだけでも結構ねいろいろ使えると思うんでぜひね覚えていろいろねアレンジしてみてくださいそれではみんなも作ってみるフィーユまたねー